本項目は、アメリカ海軍の巡洋艦の一覧である。装甲巡洋艦、巡洋戦艦、防護巡洋艦、大型巡洋艦の各艦種を含む。防護巡洋艦と走行巡洋艦の類別は1920年に変更され、走行巡洋艦全10隻 CA-2 から13と防護巡洋艦の大型のもの6隻が、10巡洋艦に分類変更された。 翌1921年には一旦重巡洋艦に分類されたうちの2隻と残りの防護巡洋艦のうち8隻の合計10隻が軽巡洋艦に分類された。この時点では、重巡洋艦と軽巡洋艦は別系統の番号を持っていたが、ロンドン軍縮条約の結果、軽巡洋艦のうち8インチ放送日の艦が重巡洋艦に再分類されることになり、以後、 一連の番号を付されるようになった。重巡洋艦 CA-149,CA-151 から CA-153, と下巡洋艦 CL-154 から CL-159 までの艦は、命名前にキャンセルされた。ミサイル巡洋艦の CG-1 から CG-8 までと、CG-10 から CG-12 までの艦は、 第二次世界大戦中の K12 洋艦から改装、艦種変更された。ボストンとキャンベラは第二次世界大戦中の旧式砲のほとんどが撤去されたが、後に再び巡洋艦に艦種変更された。リーヒからバージニアまでの艦はミサイルフリゲートに分類されていたが、1975年6月30日の艦種再編で巡洋艦に変更された。 その際、CG-13 から CG-15 の番号は使用されず、船体番号16から38は DLG から、そのまま CG に移行した。テキサスとミシシッピは原子力ミサイルフリゲートとして寄港されたが、収益前に巡洋艦に変更された。タイコンデロガとヨークタウンはミサイル駆逐艦として発注されたが、浸水前にミサイル巡洋艦に変更された。 その際も、やはり船体番号は DDG から持ち越され、CG-43 から46まではスキップされた。キット級ミサイル駆逐艦の4隻が CG-43 から CG-46 までの艦番号で再編される予定であったとされる。ロングビーチアーカンソー及び CG-49 から CG-74 までの艦は、 当初からミサイル巡洋艦として発注され収益した。ロングビーチは第二次世界大戦後に建造された唯一の巡洋艦船体の艦である。ありがとうございます。